決まりだから。ヤホミ、こんにちは。ヤホミチャンネル。PK チャンネル。キリナです。特に話すことはありません。なんとなくショールームしとこうかなみたいな。この椅子最悪。誰の椅子？いい椅子座ってんのに最悪って何？高いやつだよ。高いやつだよ。え、かわいいよ。風船とか着てる。なんかそれかわいいよね。うん、ブリッコチャンネル。最悪。そのパーカーグッズで出してほしい。え、確かに。え、これ？確かに、ね、かわいいよね。かわ、かわいくはないんだけど、かわいくはないんだけど、あったらいいけど使えるよね。ハートありがとうございます。なんか私たち、うん、鼻仮説出てるんだけど、最近よく一緒にいるっていう。でもなんか見てる YouTuber さんが一緒で、うん、なんか毎回影響されちゃうんだよね。影響されちゃうの。なんかその好きな YouTuber さんがなんかここ行ってたとか言うと、うん、え、あそこ行きたくないってマジで。すごいいいホテル泊まってたの。いや、ホテル行こうって言って行きたい。で調べたら20何万、うん、おかしい。わかる、狂ってる。でも行こうとしてるから。行こうとしてるよ。いつかは行こうとしてるから。絶対行く。そんな計画立ててる、うん、おお。すごい。だってお金も計算したもん、30万くらいあるでしょとか言って。交通費これぐらいで。そうそうそう。食べ物でこれぐらいでしょ。で好きなもん買って、うん、あ、まあこんぐらいか。結構ガチで行こうとしてるから。おかしい、本当に。いや、すごいよ。人生でさ、何十万とか使ったことないからさ、うん、でも、一回旅行ならね、全然行きたいよね。北海道か沖縄に。いや、それはマジそう。行きたい、うん。いや、行きたいな、旅行。ね、旅行行きたい。旅行って楽しいよね。1ヶ月に1回行きたいもん。わかる。てか普通になんか1週間とか2週間くらい、2週間前かな、うん、休みさもらってさ、うん、行きたい。わかる、海外に。いいね、海外行きたい。わかる。めちゃめちゃわかる。なんか何週間かお休みもらって、うん、私 NGT ってことを忘れてどっかに飛び立ちたい。うん、マジでそれはわかる。もしかしたら一生帰ってこないかも。探さないでください。かる。まるまるお休みってないもんね、2週間。そうなんだよね。マジで。ね、沖縄行きたい。うん。沖縄行きたい。ね。北海道も行きたい。わかる。北海道、いいよね。普通に、いい。グアム行ったことあるよ。え、グアム、グアム言うが一生行きたい海外なんで。え、マジで、うん、めっちゃいいよ。なんかね、日本語わかるの、向こうの人も。あ、そうなんだ。日本人も結構いるから。いいな。日本語で喋っても、まあまあ、そこそこ行ける。いいな。でもさ、なんか別英語とか喋れなくてもさ、ジェスチャーで喋れるじゃないって思う。なんかさ、海外行った時にさ、うん、なんか、なんかの早い者勝ちで、うんうんうん、なんかショーが見れますみたいなのがあって、で、なんか私らその早い者勝ちが取れなかったのね、家族で取ろうとしたんだけど、うんうんうん、で、そしたらでも英語わかんないから、うん、パパがめっちゃ交渉しに行ったの、その海外の2人、うんうんうん、で英語で喋ればいいじゃん、うん、なのに英語喋れないからパパ、うん、そのスタッフのとこに行って、うん、へいへい子供をえんえんってすごい。それで見れたの。すごい、子供泣いてるみたいな。それで見れて、で、なんかすごい優しい人で、それで見れたし、え、すごくない？イランイランの花くれた。イライラめっちゃいい匂い。ハートありがとうございます。それでね、行けたんだ。え、すごい。でもママさ、英語できるよ、ね、ママ英語できる。すごい。だからママが行けばよかったのに。確かに。なんかパパが勝手
に行ってて、うん、どこ行ったんだろうって思って戻ってきたと思ったら、うん、見れるってすごくない？なんて言ったのって。コミュ力が高い。ね、わかる、うん、全然さ、なんか怖いじゃん、言葉通じないってさ、結構怖くない？うんうん、怖い。だからさ、喋れない、うん、本当ありがとうございます。新潟またゴールな。新潟ゴールです。ゴールめっちゃ晴れてる。バリバリ晴れてた。でも寒いよね、今日。寒かった。そう、うん、そう寒かった。この前のままね大丈夫です。もう、なくなった、説教。大丈夫じゃないって。でもね、説教はね、ほんと私だけじゃない。みんな苦しんでるから、うん。テラちゃん今日漏れてんねだって。ユーのルームでコメントしやがって。こっちでコメントしないよ。説教は、ね、誰も楽しくないから。ん？説教されても誰も楽しくない。楽しくないよ。楽しくないっていうか、ほんと気分悪い。学校の先生に怒られて楽しかったことありますか？ね、しかもさ、それがさ、正しいことならまだわかるじゃん、うん、なんか例えば学校で、まあ私たちはやってないけど、うん、例えばピアスを開けてましたとか、うん、学校でね、うん、校則で禁止されてるのに、それで怒られるんだったらまだわかるじゃん、聞けるじゃん、うん、すいませんって、うん、でも超意味わかんないさ、理不尽なことでさ怒られたりしたらさ、こっちだってさ、うん、え？ってなるじゃん、うん、だから誰も楽しくない。誰も楽しくない。もっと楽しいことに時間を使いたいし、うんうんうん、使った方がいい、うん、私何も使いたい。考えたらすごくない？携帯に向かってさ、あ、これも言わなきゃ、これも、これもゆうちゃんに言って、うん、これも言わなきゃって言って、それはもう病んでるよ、あなたが。うん、悲しくなっちゃう。みんなの優しいコメント、優しいメールの返信は読みたいけど、わかる。それも流れて見ちゃうわけじゃん。そうなんだ。そうすると、メールの返信読みたくないってなって、いい人のメールの返信も、わかる。メールの返信のそのサイトを開きたくなくなっちゃう。ゆうも一時期それでメールの返信見てなかった時やった。ね。みんな多分あったの。優しく楽しくね、生きていこう。生きていこう。生きていこう。推しに説教されるのはご褒美。私らも説教はしませんよ。うん、なんかふざけてとかあったらね、うん、なんで他の子のとこ行ってんの、うん、とかはありますけど。そうそうそう、全然ね。それはネタですね。ネタネタノリです。そう、ノリ。ありがとうございます。なんかユウの画面明るくていいね。明るくしてんだよ、最大に。あ、そういうこと。うん、もう充電空間いいや。見て、充電にぶっ刺してるって。あ、最悪。でもあるんだよね、多分充電。でも食うよね。でもユウ、今日は充電器持ってきたよ。でもなんか充電したくないよ。携帯使えないでしょ、充電すると。あ、わかる。こんにちは。え、でもね、楽しい編集はマジでね、見てて楽しいの。楽しい返信ってどういうこと？どんな返信が来てるの？ゆうちゃん今日も頑張ろうねみたいな。あ、かわいいなってなる。それ嬉しい返信。あ、そう、嬉しい返信。そうそうそう。楽しい返信ってすっごい難しい。そう、嬉しい返信ね。楽しいです。日本語むずい、うん、返信はね、多分ね、大体届いてるんだよね、みんなの。みんなが多分私らにどんな嫌なことを言おうと多分届いてる。うん、届いてる。本当に、ほんとひどいなんか言葉じゃなければ。多分あのショールームのコメントで星になるようなことが弾かれてるんだと思う、うんうん、そうそうそう。内容的にはね、多分弾かれないんだと思う。そうなの。届いてるよ、だから。届いてる、マジで。どんな返信も、うん、左だけなんないの。いや、なんないだって。もう右だけなる。これ見に来てよ。だるまありがとうございます。いや、今日青にさ、今日の言うつまんないって言われた、うん。
いいじゃん、今日の言うじゃん、いつも面白いってこと。確かに、なんか今日私の最大のギャグ、うん、大声に小声で伝えてっていうギャグ。え、つまんない。なんでよ。いや、これスタッフさんに、なんか、うん、いや、まあ、思ったよりは良かった、うん、思ったよりは。保険かけたの。なんか私今面白いギャグ思いついちゃったんですけど、うん、なんかあんまりちょっとあれなんで。しかもさ、使ったのそれ。使ってよ。どの場面で小声で。なんかさっきショルムしてたから、はるかたちが、うん、で、なんか、まあ、内容を伝えることを、うん、大声に小声で伝えてきて。え、どう、これも面白くないって。え、ちょっと、ほら、ちょっと笑っちゃった。あおちゃんとテラヒナの反応かな。あ、青の反応、全く同じだった。あ、マジ、うん、つまんない。え、勇気をつまんないよって着替えてる時も一周言われてた。あれ、時計なくなった。ありよ。あ、寒い、この部屋。そう、うん、ほら、ユウのギャグのせいで。そんな？だから寒いんかな。うん、かも。寒いと思った。暖房つけたい。ねえ、さすがにそれはしない。お腹すいた。わかる。なんかでもヨーグルトあるらしいよ。で、蜂蜜あるかな。蜂蜜かける派なんだ。うん、ヨーグルトあんま食べない派なんだ。え、なんでヨーグルトあるの？あ、こういうやつ、でっかい。うん、なんか一人ずつに。あ、そういうこと。うん、ひなたがね、そう、ヤヒも来る予定なんだけど。そう、うるさくない、これ。うるさい。化け屋敷みたいな音するんだけど。コナンのさ、誰の服の、コナンの CM 行く前の。コナン見てない。多分でもそれ一つだけこれついてるから、偉い人の服なんだろう。全然違うよ。誰これ。あ、マジ。これで伝わんない。めっちゃおもろい。わかるじゃん。わかるよね。わかるわかる。わかりやすいでしょ。ダンボールでしょ。そう、ダンボール。ダンボールさん。面白い。気持ち悪い。昨日の夜から。今日なすか。昨日の夜から。中入りだ。みんな何食べましたか。ね、みんな何食べたか、さすがに。なんなら夕飯か。夕飯。ありがとう。おかしいよね、このさ、公演してるとさ、ご飯の時間バカだよね。うん。11時とかにさ、昼ご飯食べてさ。わかる。4時とかに夕飯食べ、今みんなご飯食べてるよね。マミムメンとか。そうだね。冷麺、焼きうどん。パン。あ、パン食べてほしい。ありがとうございます。冷麺いいね。高いパン食べたくなの、焼きたての。え、フランスパン食べたい。硬いパン食べたい。え、いいね。でもさ、フランスパンって食べた後さ、うん、この上のとこ痛くない？なんで？ここ痛くなんない？なんない、傷つかない、なんない。ダメやん。またありがとうございます。ラーメン、あ、ラーメン食べたいね。いいね、煮干しラーメン。煮干しラーメンはあんま好きじゃない。そっか。うん、頭痛くて全然頭回んない。話
足が出てこない。ね、眠いでしょ、うん、うん、目がさ、こう眠いけどさ、また寝れない髪型しちゃったからさ、いいの、この前さ、みんな寝てたじゃん、女性も、うん、めっちゃ分かんないけど、なんかみんな疲れてて、なんで寝なかったよね、先週、みんな寝てたよね、うん、爆睡しかも、だから、そう、この前そうだったから、夜公演はもう髪の毛おろしにして寝れる髪型にしようって思ってたんだけど、全然気づいたらこんな髪型をしてた気づいたね、お願いしたんだけどね、絶対寝れない髪型をしてしまった。でも、なんかもうワンちゃん崩しちゃってもいや、申し訳なさすぎでしょ。来た、何来た、こっち来る、あ、まだあるっけ、あ、それ、え、これあるよ、でも、ね、全然、あ、すいませんでした、え、なんかさ、それ切らない、あれさ、何、あれ、なんか防災マップみたいな、これ、ごめんなさい、ここ来れば外す、誕生日席、そこもそう、あー、ダメだ、全然ダメだ、こう斜めにすればいいみたいな、あ、確かに、携帯の中心、でもここ映んない、映せる、外してる、あー、さっきからごめんなさいな、いつ何でもない、これは何でもない、うん、え、隠れてる、あ、ショールームで映んないように、え、それ Wi-Fi でしょ、だって重りがなくて不安定、あ、本当だ、隠れてんの、そう、すごい、ね、これさ、こうやって使えば、何、縦に、縦って、そうするとこ携帯を、違う、持って、台、こう、あ、そういうことか、頭いいよ、そういうこと、理解するのに1時間かかった、え、なになになに、バンダイにできたケバブ屋さん閉店だって、びっくりした、ね、びっくりさせないでよ、そうなの、てか、あったんだ、寝てるなって、びっくりするとさ、結構想像以上の声出してきてる、うん、わかる、悔しくない、絶対行きたかったんだけど、ケバブ好き、だってバンダイにさ、できたからさ、絶対に行ってやろうって思ってたのにさ、え、なんかでもその話聞いた、え、今日の夕飯ケバブ買ってきてくれないか、え、今日いつでなくなっちゃうの、あ、マジ、なんだっけ、なんか3種類ぐらい、あ、マジ、ケバブ食べたかった、ブリッコチャンネル、ね、ずっとそれやってんの、ちょうどハートが、ゆうべ今ブリッコした瞬間にハートが出た、うつれよ、ね、ブリッコチャンネル、かわいいね、ピータロン疲れる、いい、疲れる、ヤヒと、ヤヒと言うの、いい、違うの、今やられてる顔でこれだけは理解してほしい、違うから、違うから、ヒナは今言われた側だから、本当に前髪切ったでしょ、え、なんか今日そう浮いてるよね、うん、今日本番中に、あ、途中 MC さ、本番中眉毛出てたよね、わかる、ヒナさ、開けた時に今日眉毛出ててびっくりした、浮いてると思って、びっくりしたよ、ヒガさ、なんかこうなってたの、そうそうそう、眉毛出てた、今日真ん中だけ、公演中眉毛、え、眉毛まで出てたでしょ、うん、思った、今日スカヒラの時に思った、眉毛出てた、今日、うん、喜び見てみてね、うん、よろしく、ほっとけばノリで嫌な話してたの、え、ヤヒの悪口、あ、そう、汚いね、あ、汚い、汚いって、汚い、 TikTok の TikTok の分かる、汚い、なんだっけ、名前つける人いるじゃん、汚い、なんだっけ、なんかコッソマンとか言う、分かんない、分かんない、分かる、分かる、なんか、なんだっけ、コッソ、いや、コッソマンじゃない、なんか、なんだっけ、これをやってる人は裏でなんとか、え、わかんない、コストマンじゃない、コストマンじゃない、例えばなんか、うん、あの化
商品を紹介 してる人なんだけど、男の人で、うんうんうん、でなんかこれを使う、こういうことをやってる人はあなたは裏でなんだっけちょっとさ、こういう人いや、違う、うん裏でオッソマンって呼ばれてる場合え、ねえねえ、いいのか分かる、はいはい、マジでおもろいな、あの人なんだっけ分かんない、分かんない、うん、めっちゃけ、え、結構有名な人じゃないあれめっちゃ出てくるんだけど分かんないな、マジでコッソマンマジでコッソマンみたいなしかもさっき寺ひながさ、なんかひな、うちらにさ、うん、知らないって言った時にさ、ひなの膝に寺ひながさ、ささやかなタッチしたの、それが結構おもろかった。いつ？全然知らない。今？うん。え、届く？うん。こぐなの膝を触ってきたの。それが結構なんかおもろかった。それうちらに伝わんない。面白そうです。え、どういうこと？え、これ触ったの？これねってずっと。ずっとひなの膝プッシュしてきたよ。プッシュって言うの？触ってるんだけ。プッシュ。絶対分かる人いるよ。TikTok。何？何？なんか顔今めっちゃさ、なんか太郎だった。いやこれちょっと勘違いされちゃう。私が違う。太郎っていう勘違いされちゃう。太郎っていう勘違いされちゃう。あゆ太郎さんじゃないよ。そういうことね。そういうことね。そういうことね。違う。なんか似てる。太郎。太郎。え？分かる。え？違う。え？ゆうの家で見た。何これ、多分言えない。ちょっとそれが出てきた。言うから、うん、よかった。そっちの太郎じゃない。太郎ひなたに似てる太郎がいるの。そう、ひなたにひなに似てるね、太郎がいるの。え、絶対分かると思うんだけど、こうやってやった時の顔がめっちゃひな太郎だった。やってもう一回その顔。ほら、僕ない。え、私知ってる。うん、うん、だってよくさ、サラとサラがめっちゃ似てるって言ってた。あ、今ここに携帯があったら調べられたんだけど。キモ。これ撮ってんの？テラヒの携帯にも映ってた。お腹すいた。わかりみ、わかりみチャンネル。今日の夕面白くないよ。大声に小声で聞いてきて。大声に小声で、大声に小声で。ゆうか、ゆうの今日からの持ちネタ。川声は使えない。おもろくないから。確かに。川声に小声はちょっとあまり確かに。ね。他の人のコメント欄みんなめっちゃ思う。ね、わかる。種類が違うよね、うん、種類が違う。なんかユウの携帯だと太郎なんだよな。言っていいかな、名前。D 太郎ってわかる。え、わかんない。 Q 太郎？え、それは本当なんだよね。D 太郎なんだっけ。あのね、めっちゃイケ、うん、めっちゃ昔のドラマなんだよ。見てない。子役でしょ。子役の子本当の名前が分かんないんだけど、うん、めっちゃ似てるってサラダずっと言ってて、うん、マジで似てる。あ、言ってたかも。ちっちゃい時ビーテル、ビーテルってちっちゃい時の写真がマジで似てる。ビーテル。眠、やばい、めっちゃ眠い。わかる。寝よう、ご飯食べたらちょっとだけ。え、ユウのリップ？そうだ。やだ。え、どう思う？え、最悪、ね、耳に入れようとしてる今。挟めないから、そんな一日なかったないでしょ。そこ行けると思ってんの。今こっちにも映ってる。ユウのチャンネル。これ言うんだよ。もう全然ないよ。全部出してみ。それ全部。これ全部。うん、やばいね。うん。
ごめん。こんにちは。お腹すいたね。うん、お腹すいた。わかる。なんかさ、いろんなことが回ってくる。眠い、お腹すいた、頭痛い、ちょっと疲れたみたいな、お風呂入りたいみたいな。冷たっ。みんな冷たいの。でも心が温かいってこと。あー、スリッパ冷めた。ところで、ところで何？やってる、うん、やってる。だからなんで、なんかポンポンって2回タップするとだけで、すごい。え、なんでやってんの。わかんない、なんか やったけど、なんか取り外すのめんどくさくてそのままにして。絶対いらなくない。なんでやってんの。いらないんだけど、設定変えるのめんどくさいじゃん。ね、匂い嗅いでる。違う違う食べようかなって思って。やだ、ケビー何の乾杯。あしくせじゃないね。あとで2回そうね。そうだって今の。かわいいってありがとうございます。こうはぁ この優がマジで一番良い。優映ってないで優が。しかも一番ブサイクだから。優いないの。こっちもいない。ハニーやめる？うん。やばい、ケバケバしてきた。団子がそんなにケバブ食べたいな。面白くない。いや、ひなたちはつまんない。みんなひなのことが好きすぎて感覚になっちゃう。みんなひなのこと大好きなんだよ。言ったじゃん、今日も何回もひなのこと大嫌い。好きって、ありがとう、たくさん言ってくれたね。うん、大嫌いチャンネル。ない好き愛してるチャンネル。距離を期待チャンネル。距離がないない方が大変だと思う。違うかな、にチャンネル。デスケプチャンネル。ゆーちゃん大好きチャンネル。ゆーちゃん大好きチャンネル。仲良しチャンネル。近いチャンネル。なんて？え、違う、ヤヒの顔がおもろかったね。えなぁ、ゆうちゃんがいじめた。え、何話したの。え、まず何も喋ってないんだよね。うん、何話す。みんなお昼ご飯何食べたって話してた。あ、してたらヤヒが出てきた。ヤナタの方にも聞いてみない。何食べた。なんで怒ってんだよ。いいじゃん、スケベチャンネルだって。よかったね、この言葉ね。変態じゃない、うん、ずーみんなあれじゃん、リップ塗ってないからやばい。パン食べたチャンネルだって。パン食べた。パン食べたチャンネルだって。本当だ。さっきも言ったよね、パン食べてる人。うん、めっちゃみんなパン食べた。みんなパン好きやん。米は口の中怪我する。ラーメン食べたいチャンネルだって。ね、それもさっき言った。タイカツ丼食べたチャンネルだって。いいな。いいな。眠い。
着いたチャンネル、うん、モカルチャンネル。ゆうちゃんがこっち見てるチャンネル。ハマっちゃったよ。チャンネル。めんどくさい。テラヒナヤマカト大好き企画チャンネル。絶対配信終わってもこれ続くよ。絶対行くと思う。最悪。あとで一緒にご飯食べようチャンネル。ハンだってハンだって。見ちゃみよう。ハンだ。ハンだってチャンネル。ずっとやってるよこれ。それなチャンネル。あやば。ランキング読んでいこう、みんなで。何位から13だよ。何個13位、ネオさん。13位、アキラちゃんさん。イチローバイさん。ケニーマスルさん、あ、間違えた、マスルさん。ハルカ村のアザラシクジアンさん。イズキチさん。キュイキユタカさん。ボウさん。なにこれ、南動物、うん、なんとかナム枠ず生目ダブツさん。違かったらどうする。違かったら申し訳ない。ジュイワッシーさん。ハルカ村のあれ変わってる。ハルカ村のアザラシクジランさん。タケルさん。キュイヒンジさん。テルテル坊主さん。カカシさん。ハチリランマーさん。リョウさん。ヤッキンさん。みんなヤキナさん。やばい、そうだね。トトちゃんさん。ドクイヒヤケさん。ユーアットマッチメイクさん。アブさん。こいおずちゃんさん、まこやまさん、うねねさん、なにゃさん、4位まいさん、まささとさん、ゆっきーさん、3位ごうさん、たかしさん、ディマレラさん、2位エルマパさん、あべべさん、小沢山さん、めっちゃ違う、いちいちおるさん、うさささん、かっぱきゅうさん、うちーさん、ありがとうございました。今みんな1位読んだ、うん、ましおさん、すいません、なんかありがとうございます、バイバーイ。夜公演で。ということで、夜公演やる。